さて三馬先発でした。立ち上がりです。今日は風の強い中、先頭バッター福田昨日3安打でしたけれども、ライトフライ、この後ツーアウトになって、このセカンド浅村とピッチャーベースカバー三馬、いいコンビネーションでした。3人で終えた初回のピッチングでした。2回です。この回はランナー3塁、味方のエラー、それから自身のエラーもあって三塁までランナー行きましたけれども、松田のみひろを三振でゼロで終えます。ホークス先発は二保です。二保の方も2回ピンチを迎えます。ランナー2塁1塁、今日スタメンの村林でしたけれども、ここはサードゴロで打ち取られました。0対0で3回に入ります。ホークスこの回ノーアウトランナー2塁、この回バント空振りでセカンドランナーアウトになって、ランナーなくなったアウトでした。1回の今シーズン第11号先制のソロホームラン、ホークスが1点を先制します。5回です。この回はワンアウトランナー2塁で先制ホームランを放っている甲斐、セカンドランナーがスタートして甲斐が打っていって、これがタイムリーになりました。今日2打点2対0です。その裏です。ここまでゼロをできている二保ですけれども、ツーアウトから茂木にフォアボールで、島内ツーボールからの3球目、ライトの中段まで運んでいきました。今シーズンの第8号同点のツーランホームラン、イーグルス5回に追いつきます。そのまま終盤7回に入ります。今日2安打の回が3本目のヒット、センターオーバーのツーベース、これであと3ベースが出ればサイクルヒットということになりました。甲斐です。この後ツーアウトランナー3塁で中村晃のこの当たり、レフトの渡辺飛び込みましたけども、わずかに追えず、中村晃タイムリーで3対2、ホークス1点リード。2番はこの回でマウンドを降ります。8回です。マウンド上にはモイネロ、このモイネロからツーアウトランナー3塁でウィーラー、ウィーラータイムリーで3対3、終盤同点に追いつきました。そして9回シーロがマウンドに上がって、ツーアウトからフォアボール3つ、3者連続フォアボールで満塁のピンチ、和田蓮を迎えます。しかしここは最後は縦のスライダー、シーロがしのいで延長戦に入ります。さあそして11回高橋純平、先頭バッター茂木ツーベース、この後バントで太田を送った後、ワンアウトランナー3塁で工藤監督は2者連続申告敬遠、ワンアウト満塁で銀次、銀次はフルカウントからセンターへのタイムリー、これがサヨナラタイムリーになって4対3、イーグルスが勝って連敗2でストップ。一方首位ホークスの連勝は6で止まったという今日のゲームでした。